こんにちは。私は沖縄県にあります AMC 時の森協会の瀬永大輝と申します。今日は私の動画をご覧いただきありがとうございます。はじめに一言お祈りをしてお菓子に移りたいと思います。お祈りします。神様、お菓子の機会を感謝いたします。どうぞこれを見ることを、聞くことを選んでくれた皆様の心を開き、どうぞあなたの語りたい御言葉がメッセージが豊かに入ることができるように導いてください。イエスキリストの名によってお祈りいたします。ある安息日、教会で若者がこんなことを言いました。いや、教会って可愛い人いないからなって。僕は決してそんなこと微塵も思ってないですよ。思ってませんし、そう思う人もいるっていう、あくまでも例えです。これはですね。皆さん、あんまり真に受けないでください。個人の感想です。米印、個人の感想です。恋愛ですとか、結婚相手に求めるものっていうのは人それぞれ違うかなと思います。少なくとも、この青年の人はですね、女性にある程度の顔を求めていることがわかるかと思います。皆さんは交際相手、また結婚相手に求めるものがありますか？顔でしょうか？身長でしょうか？優しさでしょうか？お金でしょうか？私たちクリスチャンは程度の差こそありますが、第一にクリスチャンであること、同じ信仰の価値観を持っていること、これが上がるかなと思います。私もその一人でした。誰かを好きになるという気持ちは、神様が最初の人間に与えられた素晴らしい感情の一つです。ですから、お付き合いする段階で信仰を持っていなくとも、交際中、または結婚生活の中で信仰生活を持っていく、信仰を持っていくというパターンもあることも確かです。なぜ私がこんな話をしているのかと言いますと、ここ最近でこの結婚について考える機会が多くあったからです。今から3年ほど前になります。教会の、私の教会の大切な若者の一人が、突然結婚発表をしました。そのお相手は地方教会の牧師先生でしたので、牧師夫人として私たちの教会を寿大社ならぬ寿転出していきました。そんなことがあって、教会ではなんとなくうっすらと、次は瀬永くんかねえみたいな空気感を僕は感じていました。実際に教会の方にも、瀬永くんの髪に乗っているよっていうふうに言われたこともありました。特に焦りを感じるほどの年齢ではないと自負していましたし、それまで目立った女性ごともなく、大学生活は過ごしてきました。しかしながら、そのように教会の皆さんに祈られていること、また結婚していったその青年の方、見ていると、いつになるかわかんないですけど、自分も将来のパートナーについて真剣に祈って準備していかなければ、ならないなっていうことはさすがに理解できました。そしてそれから自分なりに祈り始めていきました。祈り始めて半年も過ぎる頃、早速祈りの音がありました。大学の卒業を迎えて、広島三育時代の友人たちが春休みを使って給食前の最後の休みですね、沖縄に集まって6人でキャンプに行くっていう機会がありました。その6人の中には、私は高校3年間お付き合いしていたものの大学になってから疎遠になっていた女性も、入っていました。キャンプの夜、みんなで楽しく久しぶりの再会を喜びながら食事を済ませた後に、久々に彼女との二人きりの時間が与えられました。波の音、また沖縄の美しい星空の下で楽しかったあの頃の思い出を振り返りながら
いろいろな話をしました。そして夜も更けた頃、彼女から突然復縁の話が飛び出しました。私自身かなり驚きましたが、彼女とそのように話している間、高校時代の綺麗なキラキラした思い出が一気に思い出されて、とても楽しい時間であったことに間違いはありませんでした。このような気持ちになったのは本当に久しぶりな気がしました。そしていつも将来のパートナーについて祈っていたことを思い出しました。ひとまず様子を見るために私は彼女と改めてお付き合いを始めることにし、またいつもの祈りに次のような一言を加えました。神様、素敵なチャンスを本当にありがとうございます。僕も嬉しいです。しかし、私の将来のパートナーがこの人でないっていうことでしたら、まあ、早々に私たちの関係を分かりやすく引き裂いてください。そして、一週間以上仲直りできないぐらいの状態にまで修復不可能にしてください。高校卒業してすぐに、彼女との苦い経験があったために、これはとても勇気のいる祈りでした。私にとっても挑戦でした。復縁してみて改めて、自分はこの人のことが本当に好きだったんだなっていうことを思い知らされました。でも、そういった市場はとりあえず横に置いておいて、中立の立場で先ほどの祈りをすることを心がけていました。いつも、私の将来のことを祈ってくれていた教会の皆さんにも彼女のことを伝えて一緒に祈ってもらいました。それからの交際期間、ちょっとした価値観の違いだったり、遠距離がゆえのすれ違いから起こる衝突っていうのは確かにありました。しかしそれは長くても2、3日といった程度で、1週間も長引くことはありませんでした。そのようにいつも仲良く楽しくやってこられたっていうことは本当に感謝です。いわゆる遠距離恋愛という状況ですけれども、一緒に過ごせる安息日があったら教会に行くこともできましたし、高校の時に二人で行っていた祈りの組もありました。これも一緒にまたすることができました。それから現在の私たちはと言いますと、今年の2月、2021年の2月ですね、那覇教会にて、両家の家族を招待した婚約式を教会で執り行うことができました。そして8月には、入籍を控えています。私は今年度限りで現在の学生生活に一区切りをつけ、婚約者となった彼女の待つ東京での就職を決めています。どのような形であれ、大学、そして大学院として過ごした6年間、たくさんお世話になった時の森教会ですとか、沖縄の教会の皆様には、この沖縄を去る前に正式なご報告をする場を設けることができればと計画しているところです。さて、一番初めの問いに戻りましょう。教会に可愛い人がいない件についてです。婚約者になった私の彼女はもちろん可愛いです。とっても料理が上手で、気遣いができる優しい女性です。何より同じ信仰を持っています。これ以上の女性は私にはいません。これを聞いている若者の皆さん、改めて教会に素敵な人、本当にいないでしょうか？まあ、あなたがそういうふうに思っているうちは、きっとまだ祈りが足りないはずです。神様はあなたにぴったりなパートナーをご用意しておられるはずです。その人に出会える日まで熱心に祈り続けてください。たくさんの人に祈ってもらってください。もしも
独身でいることが神様の御心かなっていうふうに思わされた時には、これも勇気がいるかもしれませんが、はっきりとそのように示してもらうよう神様に祈ってみましょう。そしていつか素敵な人が現れたら、焦らず、時間をかけて、本当にこの人でいいのか、そして違うならはっきりとそう示してもらうように、何度も神様に尋ねてみてください。祈ってください。これを視聴してくださっている皆様の未来がより豊かなものであるよう最後に祈らせていただきます。神様、この証の機会を感謝いたします。これを見ることを選択してくださった皆様がいます。そして最後までお話に耳を傾けてくださいました。証に耳を傾けてくださいました。どうぞ皆さんの未来を神様が最善としてください。あなたの御心を分かりやすく示してください。その示しに、導きに信仰を持って、皆さんが従うことができますように力を与えてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。うん。最後まで聞いてくれてありがとうございました。